こんばんは、ナルラント TV です。今日は梁仁家市にやってきました。こちらの、夜市は MRT だと、南京風神駅から徒歩3分くらいのところにあります。今日は暑いので、夏にぴったりのグルメを紹介したいと思います。今パンを切って中にマヨネーズを入れてるそうです。まずはこれ卵を入れてます。卵は煮卵で、きゅうりを挟んでいきます。あ、それからハムも乗せるみたいです。はい、できました。おいしそう。はい、いただきます。うん、これ揚げパンが外側サクサクしてて、ちょっとなんか甘みのあるパンです。ルーダンっていうのは醤油で煮込んである卵で、ちょっと味がついてますね。それからこの中はマヨネーズは台湾特有のマヨネーズで、甘いマヨネーズで、この甘いマヨネーズとこのパンがね、またすごく合ってると思います。これも夏にぴったりのおやつだと思います。おすすめです。今日は暑いので、ちょっと夏にさっぱりできる食べ物を紹介したいと思います。こちらは梁仁家市で一番有名な、看板のお店の場所です、ガチョウとか海鮮が有名なお店です。皆さんこちらの1階で魚を選んで料理をしてもらいます。調理方法も決められるそうです。で、値段は魚1匹何グラムでいくらとかっていう値段設定です。夏の野菜とか生きてる海鮮などもたくさん種類があります。一人で来るのも大丈夫だそうです。庶民料理で地元の人に混じって大勢で来るのもおすすめです。インスタ映えにもなりますね。日本の有名人も来ています。台南の団体麺とかルーウェイとかマヨジ、あとデザートのかき氷とかもあります。こちらはチェーン店の餃子屋さんです。ドリンク店もたくさんあります。次はデザートでおすすめなお店、こちらのタイエンのお店です。中に、団子も入ってます。見えるかな。こちらはこのタンエンが有名なんですけど、もちもちしててすごく美味しいです。氷が溶けて甘くなってきてちょうどいい甘さです。車やバイクにも気をつけてくださいね。では以上、ナルラント TV でした。バイバーイ。